今年の主要祭テーマは伝える声を思いを感動です。このテーマは今回は全校の皆さんに応募考えてもらって、そして投票するという形で決定しました。このテーマにはまず声をっていうところでは劇や応援で声を伝える、思いをというところでは今まで伝えたい展示やステージ発表で伝えたいと思うその思い、そして感動をではそこで生まれた感動をさらに伝えて大きなものにしていく、そういうテーマになっています。一番意識したことはやっぱり全校で作り上げていくものだという意識を強く持って取り組んだことです。やはり劇やステージ発表などまた生徒会企画などでも全校の皆さんの力がないと成立しないものなので、じゃあ全校の皆さんはどういうふうにすれば楽しめるのか盛り上がるのかっていうことを一番に考えて企画をしてきました。やっぱり文化祭で大切なのは展示でもステージ発表でもみんなで力を合わせることだと思うので、それがやっぱり一人でも思いが違うとできないんだよっていうこと、みんなが力を合わせないとすごいものはできないんだよっていう、そこの仲間と力を合わせることの大切さを文化祭を通してやっぱりみんなにしてほしいなっていう思いがあります。舞台は成功するって思ってた。でもそうじゃないということが分かったの。何かを成功させるためには仲間と協力し合うことが大切だってこと。そして自分一人で何もかもしてた時よりずっと楽しいっていうこと。1年生はみんなで展示ということでクラスで一つのものを何かを作り上げる、2、3年生は舞台発表ということでそれをまたクラスで一つのものを舞台を作り上げるということなんですけど、どの学年にもとにかく仲間と一緒に何かを作り上げることの大切さ、その苦労の中からまた友人関係や仲間との仲間の大切さっていうのを感じ取ってもらうこと、そしてこの主要祭を通してみんなにこんなことを伝えたいんだっていう思いを、そのクラスとして、全校に伝える、そんな主要祭であってほしいなっていうのを願っています。育友会の方々は、子どもたちにもちろんカレーやそういうフランクフルトだとかっていうのを作って、一つの思い出として食べさせてあげたいっていうのもあるんですけど、その収益で得たお金をいつも社会福祉協議会に車椅子を購入して贈呈するっていう形で送っているんです。それの手助けとしてやっていただいています。そうですね、いつもよりも有志なんかはかなり盛り上がっていたんじゃないかなと思いますし、劇なんかでも本当に見る姿勢ですとか舞台の子たち の、 その演技を一生懸命見るそういう姿が見られたのは嬉しかったです。今年素晴らしいなと思ったのはやはり3年生がすごく中心になって舞台を盛り上げてくれること、もちろん生徒会の子たちも一生懸命やってくれたとは思うんですけど、それ以上に見ている観客席の子たちが舞台と一体になって本当に一生懸命盛り上げてくれたことが一番心に残っていて、そんなところから最後の拍手も生まれたんじゃないかなっていうふうに思います。